復した後の地域のです、ね、中長期的な展望に立った持続可能なまちづくりというのをこれを契機にです、ね、目指すべきだと、時間が経てば人が戻りにくくなるということは同じだと思いますので、スピード感を持った復興の対応というのはやっぱり優先されるべきだというふうに思いますこう話すのは、地域経済専門のエコノミスト、田口康友さんです。東日本大震災災で被災した 宮城県の復興を見てきた一人です。東日本大震災からの復興のこう。 家庭を見てきた中でもすごくこう感じられる部分であるというううことででしょうか、ね、そうですね、まあ、あのとにかくあれだけの大震災ですので、えー、中にはまあ戻りたくないという人もいますしやはりここで暮らしたいと、まあ、いろんな住民の思い、うんまあ、被災者の中でもですねいろんな思いがあったと、まあ、それをまあ全て叶えてあげることというのが、まあ、本当は理想なんですが、まあ、実際には難しいと。うん 高齢者の単身世帯が増えていますし、今後も増えていくと考えられますので、一番怖いのは孤立か孤独死といった問題で、これを防ぐような仕組みや仕掛けが、まちづくりの中に入っている必要があると。こうした中、成功例として挙げたのは、山本町や女川町などで実践したコンパクトシティです。 過疎地が多くて、まあ、車が手放せない車社会が多いということがあると思いますが、えー、これは震災被害があってもなくても将来的には高齢者があー車を運転することができなくなる可能性があるとそういった時に買い物難民になったりということがないように商業施設や医療機関といった生活のミニマムな機能を備えた小さな拠点といったものを作って、えー、歩いて暮らせるまちづくりと。 山本町は JR の駅を新たに高いところに設置してその周辺に団地を形成したということでまさにですね車を手放しても暮らせるまちづくりというのがありましてきていまして復興というのは他に元に戻すことではないと新しく作り出して未来に向けてまちを続けていくと。 そういった発想に立って、ま、え、ち、ー、づくりを進めてきて、えー、うまいまちづくりができたということだと思います。